GE ポテトは日本のガーラグループが運営していたオンラインゲームポータルサイト。国内でのサービス開始は2006年10月2日であり、元は株式会社ガーラによってサービスが運営されていたが2008年7月1日よりガーラジャパンに運営が移管された。その後2018年2月28日にサービス終了となった。 2011年11月14日時点で全世界での会員数は2066万人で国内の会員数は69万人である。ただし各国のサービスは独立しているためある国で取得した G ポテト ID は他国の G ポテトサービスでは使用できない。G ポテトにて提供されているゲームの特徴としてすべて基本プレイ無料。 ゲームアイテム販売型のゲームであることが挙げられる。以下、突起なき場合は、日本版のサービスについて述べる。主に、MMO と呼ばれる、他人数が、同時に、サーバーにアクセスしてプレイする、オンラインゲームを提供している。ユーザーは、G ポテト ID と呼ばれる、共通の ID で、いずれのゲームもプレイすることができる。また、G ポテトと呼ばれる、 専用の電子通貨も各ゲーム共通となっており、ユーザーが保持している GE ポテトはアカウントのウォレットに蓄えられる。なお、100グラムポテトは現在100円にて購入できる。現在の G ポテトは提供しているゲームをプレイするためのポータルサイトであるが、当初はサービスタイトルがラップルズのみだったこともあり、GE ポテトの名称は使用されていたが独立した。 ポータルサイトは存在していなかった。2番目に提供されることになったストリートギアーズのティザーサイトオープンに合わせて独立した G ポテトのサイトが作成され、ポータルとしての機能を開始した。各タイトルはブラウザゲーム以外はクライアントから起動することができる。ため、ポータルにアクセスする必然性は低い。コミュニティ機能等は各ゲームのホームページに 存在しているため、G ポテトポータルサイトには、コミュニティ機能はない。提供されているゲームのうち、ラップルズとフリフオンラインは、ガーラグループの参加にある、ガララボが開発したゲームとなる。またかつて提供していたストリートギアーズ及びいる、ソウルブリンガーも、同様に、ガララボによって開発されている。グループ会社のゲーム以外のゲームや他社ゲームの、 チャネリングサービスによるゲームも提供している。G ポテトはゲームの特別アイテムを買うための電子通貨の名称でもある。ウェブマネー、クレジットカード、ネットキャッシュ、ビットキャッシュ、エディ、ドコモ携帯バライト、多様な決済手段が用意されている。G ポテトは上渡移転、対応、売買等一切することはできない。また、G ポテトには、 有効期限が設定されており、入手した日から180日以内に利用されなかった場合、その期間の満了をもって消滅し、その後は利用できなくなる。ただし、会員が2010年4月30日以前までに入手した GE ポテトは有効期限なく利用できる。購入する以外にも以下の方法で入手できる場合がある。ユーザーサポート窓口は書く。 ゲームごとに異なっており、独立している。各ゲームのサポートとは別に、G ポテトのサポート窓口もあり、アカウントに関連したトラブルや、課金決済に関連する相談を受け付けている。ゲームのユーザーサポートを利用するにはサイトにログインする、必要があるが、G ポテトのサポート窓口に関しては、ログインは必須ではない。G ポテトでのサポートポリシーの対抗を、 公式サイト上にて掲げており、各タイトルのサポートはこの対抗に基づいて行われているものと思われる。G ポテトは株式会社ガーラの各国グループ会社により運営されている。AB2012 年3月期第2市販機アナリスト向け決算説明会。ガラインク2 0 1 1年12月2日閲覧。a b ガララボゲームズ ガララボリミテッド2011年12月2日閲覧オンラインゲームラップルズのオープンベータ版日米同日提供開始のお知らせガラインク2011年12月2日閲覧オンラインゲームラップルズ10月25日よりアイテム販売開始ガラインク2011年12月2日閲覧新作オンラインゲームストリートギアズの 発表並びに中国でのライセンス契約締結に関するお知らせ。ガラインク2011年12月2日閲覧。連結子会社の称号及び代表取締役の変更に関するお知らせ。ガラインク2011年12月2日閲覧。日本におけるオンラインゲームストリートギアズオープンベータ版サービス提供に関するお知らせ。 ガラインク2011年12月2日閲覧。日本におけるオンラインゲーム英雄の城からキャッスル・オブ・ヒーローからのサービス提供開始に関するお知らせ。ガラインク2011年12月2日閲覧。日本におけるオンラインゲーム英雄の城からキャッスル・オブ・ヒーローからの商業化開始に関するお知らせ。ガラインク2011年12月2日閲覧。 日本並びにスペイン語圏におけるオンラインゲームフライフオンラインの商業化開始に関するお知らせガラインク2011年12月2日閲覧日本におけるオンラインゲームアイリスオンラインのサービス提供開始に関するお知らせガラインク2011年12月2日閲覧オンラインゲームバンディアブレーカーの日本における シャネリングサービス開始に関するお知らせ。ガラインク2011年12月2日閲覧。日本におけるオンラインゲームバンディアブレーカーのシャネリングサービス商業化開始に関するお知らせ。ガラインク2011年12月2日閲覧。日本におけるオンラインゲームイルのオープンベータ版サービス開始についてのお知らせ。 ガラインク2011年12月2日閲覧。日本におけるオンラインゲームイルの商業化開始についてのお知らせ。ガラインク2011年12月2日閲覧。日本におけるオンラインゲームバンディアブレーカーのシャネリングサービス終了に関するお知らせ。ガラインク2011年12月2日閲覧。AB オンラインゲーム、いる一時サービス休止についてのお知らせ。ガラインク、2011年12月2日閲覧。エンタメ系 MMO、ストリートレースゲーム、ストリートギアーズ公式サイト。ガラインク、2011年12月2日閲覧。アイリスオンライン、12月25日をもって、サービスを終了。 今後のスケジュールを公開ナインル2012年11月27日ガーラフライフアンルラインの日本でのサービスを2017年9月29日をもって終了今回配信予定のスマホ向け新作フライフレガシーに注力へソーシャルゲームインフォ2017年7月3日 MMORPG ラップルズのサービスが2018年2月28日15時を もって、終了 4gamer.net 2018年1月16日、G ポテトサービス会員利用規約、ガラジャパンインク2011年12月2日閲覧。G ポテトサポートポリシーにつきまして、ガラジャパンインク2011年12月2日閲覧。ありがとうございます。